小林誠也と安田雅史のはじめの2分。皆さんはじめまして、お久しぶりです。小林誠也です。お元気でしたか？安田雅史です。いよいよ始まりました、はじめの2分。この番組は若手俳優私小林誠也と私安田雅史の2人が初めてのレギュラーパーソナリティとしての30分、いろんなコーナーを通じてまずは僕ら2人の名前を覚えてもらえるように頑張っていこうという番組です。番組タイトルは2人ともアニメ漫画好きというのもあって有名な作品はじめの一歩から撮らせていただき、私たち2人で務めさせていただく番組ということで、はじめの2分にさせていただきました。ただ前回もお伝えいたしましたが、商業ご存知の方はすぐにわかると思いますが、2つの歩くと書いて二歩と読めば全く問題ないんですが、これを先ほどから申し上げている通り、二歩と読むとこれは実は反則というか将棋の世界ではルール違反なんです。でも何か響きがいいということで、あえて二歩と読み、皆さんのお感じいただく違和感とともに、この我々の番組タイトルはじめの二歩を覚えていただければと思います。それではこれからの30分、なかなか慣れずに別の意味でルール違反禁じ手にならないように頑張りますので、小林誠也と安田雅史のはじめの二歩、どうか最後までよろしくお願いいたします。改めまして小林誠也です。前回前々回と、放送を聞いたのですが、やっぱりこう緊張が勝ってしまって、こう皆様にお伝えすることがうまくできてなかったというのがすごい悔しいので、今後そういうことの内容、ね、今回も頑張っていきたいと思います。はい、安田さんはいかがですか？はい、安田雅史です。まずはまあ前回前々回、まあ、自分はまあラジオも聞きましたけど、はい、映像配信版の方も自分は見たんですが、まあ、初め動画として流れたことにちょっと恥ずかしいというまあ気持ちも少しあったんですが、はい、まあすごく感動して、うん、あ、すげえ、なんか動画になってるみたいな感じになって、はい、ちょっと嬉しいっていうのもありましたね。まあただまあ皆さん見ていただければわかると思うんですが、ちょっと自分カメラ意識できなかったかなっていうのがあったので、まあ今回のこの放送から、まあ、できるだけ映像配信版のこのカメラに向かって、まあ、皆様に お届けできるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。さてこの番組はじめの2歩は、今安田さんが申しておりました通り、映像配信版も YouTube で放送をアップさせていただきますので、ぜひそちらの方もご覧いただければと思います。焦りながら、まあ、なんとか皆様に伝えようとしている我々の悪戦苦闘ぶりをぜひもう一度ご覧いただければと思います。そんなはじめの2歩パーソナリティを務めさせていただきます、私小林誠也の自己紹介をさせていただきますと、1996年千葉県生まれで現在俳優として勉強中です。いろんな番組 CM などのエキストラに参加のほか、上映作品の DVD ジャケットデザインを担当させていただいたりと、役者以外にもいろいろとパフォーマーとしてチャレンジさせていただいております。将来はできれば幅広くいろんな分野でマルチに活動したいと頑張っております。私安田雅史も1996年生まれで栃木県出身です。まあ、高校までは野球一つで頑張ってまいりましたが、現在は小林さんと同じようにエキストラやたまにお役をいただいて、短編映画などにも出演させていただいております。将来は俳優として皆様に記憶に残るシーンに一作品でも多く出演していきたいなと思っております。そんな2人でなんとかこの番組を進めてまいりますので、初めはお聞き苦しい点も多々あるとは思いますが、どうかリスナーの皆様の温かい、そして広いお心で最後まで聞いていただきますよう重ねてお願いしたいと思います。それでは前振りはこのくらいにして、はい、最初のコーナーに行ってみたいと思います。それでは初めの2歩、最初のコーナーはマー君ジャスト50の一人旅のコーナー。このコーナーは、初めはカメラを持ってプチ一人旅が好きな僕、安田雅史が毎月山手線の田端駅からスタートして、指定する目的駅に向かって必ず往復ジャスト50駅へ、田端に帰ってくるという、コーナーです。もちろん行きと帰りのルートは違っていても大丈夫というルールにしております。この通過駅というのは電車だけで、バスはカウントしないんですよね？そうです。電車だけで停車駅ではなく、あくまで通過駅のカウントとしています。で、今回はどちらに？今回は千葉県にあります四街道駅に行ってまいりました。あ、はい、
まずこの四つ街道、まあ漢数字の4に、まあ、難しい方の町ですね、に道四つ街道、はい、四つ街道がある四つ街道市がどういったところかと申しますと、まあいろいろな資料をもとにご説明させていただきます。千葉県の北部にある市で、まあ、都心から40キロ圏内で、千葉市中心部からも8キロと、便利のいい、町となっております。まあ、そのため、はい、JR 四つ街道駅周辺は、まあ、マンションや住宅地などが立ち並び、うん、首都圏のベッドタウンとして発展してきたそうです。この四つ街道という市名の由来は、四つ街道駅から西に500メートルほど場所の、まあ、現在の四つ街道十字路ですね、はい、に、まあ、北に成田山道、南千葉町道、東東金道、真渡り道で、西東京、船橋道と掘ってある、まあ、石碑が立っておるんですが、まあ、その4つの街道が、はい、まあ、交わっていることから、まあ、四つ街道、まあ、という名がついたそうです。まあ、ちなみにこちら四つ街道駅ができたのは、株式会社総武鉄道が明治27年7月に市川と、桜間で、はい、県内初の鉄道を開業したんですが、まあ、同年12月には四つ街道駅が開設されました。また開通後間もないこの年の暮れ、まあ、当時新聞記者であった俳人の正岡子規が日本新聞に、寄稿文総武鉄道を発表し、四つ街道を読んだ句である防杭や四つ街道の冬木立という詩を残したんですね。へ、まあ、昭和61年、四つ街道駅広場の、完成にとあたり、まあ、記念のこの句碑が、建設されたそうです。さて、まあ、早速ルートの説明にいきたいと思いますが、まあ、ちなみに田端駅から四つ街道駅の行き方ですが、はい、まあ、スマホ等の行き方案内アプリによりますと、まあ、皆さんのスマホアプリを調べていただくと、おそらく一番初めに出てくるルートだと思うんですが、まあ、それは田端から東京まで JR 山手線まで、はい、山手線で東京まで行き、そこから JR 横須賀線、総武快速線の、快速エアポート成田に乗車して四つ街道へ、うん、まあ、片道19駅、まあ、往復ですと38駅となります。まあ、片道の乗車時間は、まあ、約1時間10分でしょうか。うん、まあ、自分が行ったルートの説明に移りますと、まあ、今回行きのルートは田端から JR 山手線で、はい、まず日暮里駅まで行きます。はいはい、まあ、ここで2駅ですけど、うん、で日暮里駅から常磐線の、上の東京ラインで乗車して東京駅まで行きます。ここで同じく2駅で合わせると4駅となりますね。はい、で東京駅から続いて京王線に乗車して蘇我駅まで行きました。はい、これは16駅ですね。合わせますと、20駅となります。田端から、はい、で蘇我駅から、外房線で千葉まで行って、まあ、ここは2駅で合わせますと22駅です。で千葉駅から成田線で、四つ街道駅に到着ということで、ここは千葉からは3駅なので、うん、はい、合わせますと25駅ということで、はい、まあ、行きは25駅でしたので、まあ、帰りも、まあ、この来た道を帰ればジャスト50駅になるんですが、まあ、それでは面白くないということもありますし、別のルートで帰りがあるので、それをそちらのルートで行ってまいりました。まあ、帰りのルートを説明いたしますと、まあ、同じく四つ街道駅から、まあ、成田線で千葉駅まで行きます。まあ、ここも同じく3駅ですね。はい、で千葉駅から今度は総武線各駅停車に乗車して西船橋駅まで行きます。はい、ここで9駅ですね。合わせますと12駅で、はい、で西船橋駅から武蔵野線の東京駅行きに乗車して東京駅へ行きます。ここで9駅で、はい、合わせますと21駅、はい、東京から常磐線上野東京ラインに乗車して同じく日暮里駅へ行きます。ここは2駅、はい、合わせますと23駅、はい、で日暮里駅から山手線で田端駅まで行って2駅、合わせますと25駅ということで、はい、まあ、行きも帰りもルートはまあ若干違うんですが、はい、同じ25駅なので合計50駅で行くことができました。はい、まあ、行きは距離54キロ、乗車時間が約1時間10分のところ、帰りは距離 61.6 キロ、時間は1時間17分、まあ、なんですが、まあ、実際は
乗り換えの時間ちょっと電車の待ち時間があったので、はい、それを含めてしまいますと1時間半を超えちゃったんですね。あ、はいはい、まあなぜそもそもですけど、はい、僕がこの四つ街道へ行こうと思ったかと言いますと、はい、すごく単純なんですが、はい、まあ、いろんな場所をリサーチする上でですね、はい、四つ街道市の師匠がですね、はい、自分の好きな野球のボールにデザインが似てるという理由だったからです。ほう、はい、もう実際映像配信版をご覧の方はお分かりかといただきますが、こんなように野球のボールになってるんですね。本当ですね、はい、ここが本当にボールの縫い目みたいな感じになっていて、はい、まあ、ぜひラジオを聴きの方はまあ調べていただけますと嬉しいです。はい、そしてまあ実際に訪れた感想といたしましては、まあ駅舎自体はそこまで大きくはないんですが、ベッドタウンと言われるだけがあって、駅から少し離れたところに大きいスーパーマーケットや家電量販店、公園などさまざまなものがあり、結婚されていらっしゃる方にとってはとても住みやすそうな街という印象を受けました。はい、ということで以上、マー君ジャスト50の一人旅のコーナーでした。はい、続いてのコーナーはプチタイムスリップのコーナー。このコーナーはちょっとだけ懐かしい感じのするものや習慣文化について、我々21歳の若造2人が家族や親戚、友人などのエピソードを交えながらちょっと昔について語っていくコーナーです。今回も小林さんに懐かしいものについて調べていただいたので、しっかりリポートしていただこうと思います。じゃあそれでは小林さんお願いします。はい、今回のテーマは40歳以上のリスナーの方には特に懐かしい綿菓子についてお話しさせていただきたいと思います。綿菓子とは溶融した、つまり溶かした砂糖を細い糸状に加工し、これを割り箸などでかき集め綿状にしたものであることは皆さんご存知だと思います。ちなみに英語ではコットンキャンディーと呼ばれています。綿菓子を表す言葉に綿飴というのもありますが、一般的には西日本では綿菓子、東日本では綿飴と呼ばれているそうです。原料として使われるのは砂糖のみで、最もよく使われるのはザラメですね。こちらザラメは作成時にカラメルを加えてあるため、独特の風味を持ち、色もわずかに黄色みを帯びており、この風味がザラメを綿菓子に加工した際、独特の甘い香りをもたらしているのです。またザラメは融点が低く、機械の穴の目詰まりを起こしにくいというのもよく使われる理由の一つであると言われています。最近では色のついた綿菓子を作るための色付きのザラメも販売されているようです。そうですね、はい、ふわふわとした綿状を保っていますが、物が砂糖でできているだけに湿気には弱く、これを防ぐ意味でポリエチレンの袋に入れて販売され、買って帰った綿菓子を一晩放置しておくとぺしゃんこになってしまいますが、これも綿菓子が空気中の水分を吸って縮んでしまったためだそうです。また振動にも弱く、振動を与えると固まってしまい、基本的には作ってから時間を置かずに食べるお菓子です。日本の祭り屋台で頻繁に目にすることから、綿菓子は日本古来のお菓子だと思っている方もいるかもしれませんが、実は日本生まれのお菓子ではありません。現在綿菓子は完全に機械製造されていますが、世界で最初に電動綿菓子製造機を作成したのはアメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルのお菓子製造業者の方で、1897年に作成されたこの綿菓子製造機を使い、1904年のセントルイス博覧会において綿菓子を販売したところ、1箱25セントでなんと68,655箱も売れたそうです。この時の商品名がフェアリーフロース、日本語に直訳すれば妖精の綿、なんともメルヘンチックな商品名でした。しかしこれはあくまでも世界最初の電動綿菓子製造機が作られたことであり、綿菓子そのものが初めて作られたというわけではなく、諸説あり18世紀のヨーロッパで食べられていたという話や、17世紀のイタリアで発明されたという話、トルコが発祥であるという話など、その起源には様々な説があります。
いずれにしても現在食べられているような高品質な綿菓子は機械製造できるようになった1897年以降のものと考えられています。日本にはその後すぐに綿飴製造機が持ち込まれたらしく、大正時代には各地に広まり、縁日でも見かけられるようになったそうです。つまり日本での綿菓子の歴史は明治時代後半以降ということになるはずなのですが、はい、一つこれを覆すような資料があるそうです。それが1777年に書かれたシャレ本鳴かず雀ですね。この中に商人居並びて通り狭く煮売り煮魚綿飴卵焼きごま揚げスイカの立ち売りと書かれており、少なくとも1777年の江戸時代後半には綿飴と名乗るお菓子が立ち売りにて販売されていたのです。ただこの綿飴が現在の綿菓子と同じものかどうかは分かりませんが、言葉から考えれば飴を綿状に加工したものである可能性は高く、当時の日本では飴細工職人が存在しており、その細工の一つとして綿状に加工するものがあったのではないかと言われております。ただ他の細工と違い、綿状の細工では形状を長く留めておくことは難しいほか、その形に特別な華やかさがなく、ひょっとしたら技術力の足りない飴細工職人が行き着くところが綿飴だったのかもしれません。どちらにしてもここに書かれている綿飴は現在の綿菓子のルーツでないことは確かでないでしょうか。ちなみにアメリカ合衆国では12月7日を綿菓子の日、ナショナルコットンキャンディーデーとしているそうです。そして綿菓子、綿飴のことを英語で言うと、イギリス英語ではキャンディーフロース、アメリカ英語ではコットンキャンディーと言います。はい、そうなんですね。はい、日本の食べ物じゃなかったですね。そうなんですね。自分も実際あの運動会とか縁日とかでよく、はい、 あの出店で綿菓子綿飴、あ、はい、売られてるのよく見ますけど、はい、は日本のものだと思ってましたけどね。そうなんですね。自分もあのこう学校というか学生時代に、はい、あの文化祭などで、ああの綿菓子の機械を、まあ、借りて、はい、その学校で自分で作って売るという経験があったんですけど、でも本当自分ね全然日本のお菓子だと思ってまあこう普通に作るんですけど、あれ皆さん作ったことってありますかね。結構あれ難しいんですよ。自分はないですけど。難しいんですか。あれそうなんですよ。あのなんていうんですか、綺麗に丸くふわふわにするのが難しいんですよね。あのこう回しながらっていう感じで、何て言うんですか、こう割り箸も回して腕も回して作らなきゃいけないんですよ。あのことですね。そうなんですよ。絶妙なあの回転の具合があってですね、指を回しつつ腕も回しつつなんですね。あ、はい、なんであれあまりねうまくいかないとですね、あの一箇所に綿が固まって、そのなんかふわふわの食感が失われてしまうっていうの、結構あれ作るの難しいんですよね。売ってる人すごい簡単そうにやりますけどね。そうなんですよね。本当結構お店のね街角お店のこうなんかちょっとした出店とかで時々見かけるのもありますが、はい、やっぱりあれ作ってる人うまいですよね。やっぱりすごいですね。あれはそうですね。最近ではなんかこう結構都心ですとこう傘状というか、結構おしゃれなその色付きの、それこそ色付きの綿飴がありまして、あれ結構美味しそうだなって思って。白以外にも。そうなんですよ、はい、紫だったりピンクだったり結構カラフルなんですよね、はい、皆さんぜひぜひ召し上がりいただいてはよろしいですね。はい、以上プチタイムスリップのコーナーでした。ラジオでスポーツのコーナー。このコーナーはあまりスポーツに関しては得意ではなく、知識も少ない小林さんにもっといろんなスポーツに興味を持ってほしいと思い、はい、まあ、スポーツマンの私安田雅史が、まあ、様々なスポーツ競技のルールをクイズ形式で教えていくコーナーです。まあ、ぜひリスナーの皆さんもこのクイズにお耳を傾けていただき、よりスポーツの楽しさやの、まあ、一つのきっかけになれば嬉しいと思います。はい、
さて、まあ、今回は来年のロシアで開催されるワールドカップ出場が決まったサッカーのルールについて出題させていただきたいと思います。はい、よくテレビなどで、解説の方がおっしゃっている単語が出てくるかもしれませんので、このクイズの答えを聞いて小林さんとともに次回のサッカーの試合をテレビでご覧になる時の参考にしていただければと思います。はい、では早速参りたいと思います。はい、第1問。野球では一つの球団を応援する人のことをファンと呼びますが、サッカーでは何と呼ぶでしょうか。お、ファンじゃないんですか。はい、ファンではないです。おっと、ファンって呼ばないんですか。呼ばないです。これはちょっと自分全く思いつきませんね。正解はですね、はい、サポーターと呼びます。まあ、ファンと呼ぶのではなくサポーターと呼びですが、まあ、自分的にはですね、はい、まあ、ファンは好きという感情が、まあ、強く聞こえるんですが、はい、サポーターという響きは好きというよりはなんか支えてる一球団員みたいな感じに聞こえて、こっちの言い方の方が自分的には好きかなと思います。はい、続いて第2問です。はい、サッカーのポジションは大きく分けていくつあるでしょうか。まずゴールキーパーですよね。はい、ゴールキーパーで、あとあの守りのディフェンス、はい、ディフェンダー、はい、と、あ、何でしたっけ、あのミドルなんたらみたいな、はい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 、と最後アタッカーじゃないですか。はい、4つ。あ、はい、まあ、ちょっと名前は違うんですが、あ、まあ、正解で4つなんですね。はい、まあ、ゴールキーパー1つは先ほど言ったように、もう1つはディフェンダー、はい、でもう1つで残り2つですね、はい、ちょっとそこが違うんですが、はい、1つはミッドフィルダー。ミッドフィルダー、はい、で最後がフォワードと呼ばれるポジションに、はい、なっております。まあ、ポジションによって動ける範囲は決まっておりませんので、まあ、各ポジションもチームによって人数が前後するんですね。はい、まあ、そのためそのチームが守備に強いかだったり、まあ、攻撃向きなチームかっていうのも変わるので、まあ、それも一つサッカーの魅力かなと自分は思っております。はい、続いて第3問です。はい、サッカーグラウンド、サッカーフィールドは長方形の形ですが、それぞれ長辺と短辺は何と言うでしょうか。はい、あれですよね、はい、端っこの線ですよね。はい、あれですよね、ゴール側にあるのがゴールラインですよね。はい、で長い方がサイドラインってことですよ。あー、惜しいですね。あ、違うんですか。はい、短い方はゴールライン合ってるんですが、はい、長い方はタッチラインって呼びますね。タッチライン、はい、はい、タッチラインから、まあ、ボールが出たら、まあ、スローイングですね、投げる、はい、なんですが、ゴールラインからボールが出た場合は、はい、まあ、攻撃側が出した場合ならゴールキックと呼ばれ、うん、まあ、守備側にボールが渡されるんですね。はい、まあ、この場合は、まあ、ゴールキッパーが蹴るのことが多いんですが、はい、まあ、守備側が出した場合は、まあ、コーナーキックとなり、はい、攻撃側にボールが渡されることになります。はい、まあ、ちなみにこのゴールラインとタッチラインはルール上決まった長さはなく、まあ、ゴールラインは45m から90m、タッチラインは90m、120m の範囲となっております。へえ。続いて第4問いきたいと思います。はい、直接フリーキックと間接フリーキックの違いとは。直接フリーキックと間接、直接と間接、はい、フリーキックなんでこう、まあ選手が直接蹴るか、なんかキーパーが入ってボールを出して蹴るみたいな、そんな感じの違いですかね。答えはですね、直接フリーキックはそのまま蹴ってゴールを決められるんですが、間接フリーキックは一度キッカー以外の誰が、あの守備側攻撃側関係なく、はい、誰かしらがボールに触れなければゴールを決めることができないということになっております。まあ、覚え方といたしますと、はい、直接フリーキックは相手を蹴ったりとなり倒したりなると相手側から受けた反則が直接フリーキックになり、はい、間接、フリーキックは、キーパーが味方のパスを手で受け止めるなど自分側からの反則が間接フリーキックとなります。はい、なるほど。最後にオフサイドとは。あ、オフサイド多分自分知ってますよ。これよく聞きますね。あれですよね、自分のその一番攻めてる人たちがその相手の守備よりもその相手のゴール側にいた時にパスを出してはいけないみたいなルールですよね。まあそんな感じですね。はい、正解です。お、やった。オフサイド、まあ解説いたしますと、オフサイドポジションにいる味方にパス、はい、またはオフサイドポジションにいる味方が
相手チームの選手を邪魔したりする反則プレーのことを指します。はい、まあ、オフサイドポジションとは攻撃時に相手陣地、まあ、フィールドを二分して相手側ゴールにある方ですね、はい、のゴールラインから2番目、1番目はゴールキーパーなので2番目のディフェンダーの選手のプレイヤーとエンドラインの間の範囲のことを、はい、まあ、この範囲の中でパスをもらうとオフサイドとなり、先ほど言った間接フリーキックになり相手側にボールが渡るということになってしまいます。うーん、いかがだったでしょうか。先ほどのクイズ皆さんの次回のサッカー観戦に生かしてもらえればいいかなと思っておりますので、はい、以上ラジオでスポーツのコーナーでした。はい、皆さんもうエンディングのお時間になってまいりました。本当あっという間でした。皆さんいかがだったでしょうか。こんな感じで2人で番組を進めていきたいと考えております。はい、それでは初めの2分、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。この番組のパーソナリティは安田雅史と小林誠也でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。ぜひ次回放送10月16日月曜日も同じ時間19時にお耳にかかりましょう。本当にありがとうございました。